ラグビーテストマッチ朝日スーパードライパシフィックネーションズカップ TNC 日本55から28カナダ25日日本時間26日1次リーグ B 組第1戦バンクーバーラグビー日本代表世界ランク14位がカナダ同21位に55対28で勝利した初キャップの WTB マロツイタマ28イコール静岡ブルーレブズ が起爆剤となった。前半4分、テストマッチ初出場でいきなり初トライを挙げた。先制点でチームに勢いをつけ、K8 トライの解消につなげた。エディ・ジョーンズヘッドコーチ、HC、からは、とても便利で優れたプレイヤー。左足のキックができて、ステップがとても得意、と評価された。サモアで生まれ、ニュージーランドで育ったツイタマは、 19年にヤマハ発動機、現静岡に加入。23から24年シーズンはリーグワントライオーに輝いた。5年の継続居住を満たし、8月に日本代表資格を取得したばかりだった。